研究所規模での噴霧乾燥機の模式図 A、乾燥させる液体、または、スラリー、B、噴霧気体、1、気体流路、2、気体の加熱、3、液体、スラリーの噴霧、4、乾燥チャンバー、5、乾燥チャンバーとサイクロンの連絡部、6、サイクロン、7、気体排出部、8、製品収集容器、SDX 噴霧乾燥ノズル噴霧乾燥は、液体、 または液体、固体の混合物を気体中に噴霧して急速に乾燥させ乾燥粉体を製造する手法である。乾燥に用いる気体は一般に高温のものを用いる。噴霧乾燥はスプレードライまたはスプレードライングとも呼ばれる。これは食品や医薬品といった熱で痛みやすい材料を乾燥させる好ましい方法である。 安定した流度分布となるので、触媒のような製品の乾燥に用いられる。一般に空気を加熱して乾燥媒体として用いるが、エタノールのような可燃性液体を溶媒とする場合や、酸素感受性の製品である場合には、窒素ガスなどを乾燥媒体として用いる。また、製品によっては、比較的低温の気体を用いる場合や、減圧環境で行うこともある。 制御された液滴の霧として液体や冷床を分散させるために噴霧乾燥機は数種類の噴霧機またはスプレーノズルを使っている。これらで一般のものは回転円盤ノズルとシングルフルードプレッシャースワールノズルである。あるいはいくつかのアプリケーションにおいては二流体ノズルまたは超音波ノズルが使われる場合もある。工程上の必要に応じて10から500。 マイクロメートルの適切な液的サイズが選ばれる。一般のアプリケーションの多くは直径100から200マイクロメートルの範囲にある。加熱乾燥機体はアトマイザーの噴霧方向と同方向あるいは逆方向に流される。順方向の流れはシステムの内での粒子の滞留時間を短くすることができ、噴体分離器がより効率的に動く。逆方向流の方式は チャンバー内の粒子滞留時間を長くし、通常は流動床式システムと一体で使用される。技術の基本特許については、インスタントコーヒーの発明された1900年代初頭には開発されていたとみられ、現在では特許にかかる論点は全て応用特許の部類となり、基本技術の使用については制限はない。噴霧乾燥機は液体流を処理し、溶液、または、 検濁液を蒸発によって固体と溶媒に分離する。固体は通常は粉体分離器で集められる。液体はノズルを通して機体中に噴霧され蒸発する。蒸気が液滴から即座に離脱して固体ができる。熱伝導と蒸発率を最大化できるように可能な限り液滴を小さくするようなノズルが使用される。液滴サイズはノズルより異なるが、 マイクロメートル単位となる。噴霧乾燥機は他の乾燥法と比較して製品を早く乾燥させることが可能である。単一ステップで液体または冷床を乾燥粉末に加工できるので利益最大化とプロセス簡略化において有利となる。ナノ噴霧乾燥機は噴霧乾燥分野に新しい可能性をもたらしている。この装置では 5マイクロメートルから300ナノメートルの狭い範囲の粒子を生産することができる。収率は最高90%まで達し、最小サンプル量は1ミリリットルである。食品産業及びその他産業では、しばしば噴霧乾燥は封入化技術として使われる。封入される物質と良心媒性キャリアとは水に攪拌して懸濁液にされる。その後、 泥晶は噴霧乾燥機に装填される。泥晶が噴霧乾燥等に入り噴霧される。水の高い表面張力や良心媒性キャリア、水、深部質相互間の浸水性、素水性相互作用などにより、噴霧された泥晶はミセルとなる。液滴は早く乾く、比較的広い表面積を持つ小さなサイズとなる。水が乾くと、キャリアは、 新物質の周囲に硬化したシェルを作る。新物質の損失は通常は分子量の影響で生じる。つまり、処理温度に応じて、より軽い分子はより大きな割合で気化して失われる傾向がある。より高い噴霧乾燥等で噴霧することによって、産業的には損失は最小化される。この場合、より大量の空気を用いることで、プロセスを進行させるように、 より低い平均湿度となる。浸透の原理に従い、蒸気と液槽での調産能の違いによって、見せると空気全体からの水の除去が促進される。従って、より大きな噴霧乾燥等が使われるならば、より低温で粒子から同じパーセントの水を取り除いて乾燥させることができる。あるいはまた、泥晶を部分的な真空に噴霧することでも、同じ効果が得られる。 周囲の気圧と溶媒の蒸気圧が等しい時の温度が溶媒の沸点に相当するので、噴霧乾燥等の気圧の減少は溶媒の沸点を下げる効果を持つ。噴霧乾燥マイクロカプセル技術の応用は、少量の水も含まない物質の脱水された粉を調整することである。例えば、インスタントドリンクの混合粉末は飲料を構成する。 様々な化学物質の噴霧乾燥物である。かつてはこの技術は、例えば乾燥ミルクの調整といった食料品からの水分の除去にも使われていた。ミルクはカプセル化することができず、噴霧乾燥では熱分解を引き起こすので、ミルクの脱水とそれに似たプロセスは他の乾燥技術に置き換えられてきている。脱脂入庫については、 乾燥効率を最大化するような典型的な高い固形物濃度を持つため世界中でまだ一般的に噴霧乾燥技術を使って広く生産されている製品の熱分解は比較的低温の操作または対流時間を増加させる比較的大きなチャンバーサイズを採用することで打破することができる近年の研究は新たにアモルファス粉末への温度の影響が 乾燥帯流時間に優位に依存する可能性を示し、噴霧乾燥技術が乾燥過程でのアモルファス粉末の結晶化に対して代替方式となる可能性を示唆している。インスタントコーヒー。ありがとうございます。